皆さんこんにちはこんにちは西山光平です日和七海です小次郎講師ですさあ始まりました小次郎講師のマーケット超特急この動画は5月26日金曜日午前11時頃に撮影を行っておりますはい5月に入ってから、うん、あれ日本株だけ絶好調なのかなっていう状況が結構続いているような感じがするんですけど、はい、他の国はあんまりできないんですかうん、うん、今 そうですね日本株は本当に5月から勢いづいて、はいえー、ちょっと、ね、ここ数日心配な状況がありましたけれども、うん、あっという間に高値を、ね、更新していきそうな感じで,、うんでね、日本株は絶好調な状態が続いてる、はいる世界はちょっと、ねえー、売られ始めて下降の方にに、ね、動いていくかという心配な状態がありますね。うんはい ただ、例えばアメリカなんかが一番その心配な状態なんですけども、アメリカにはね、ニューヨークダウ、そしてナスタック、S&P500 とあるんですけど、まあナスタックは非常に好調ね、ニューヨークダウがちょっと弱い、こんな感じですね。うん、で、ヨーロッパも売られてるんですけども、つい最近ドイツが史上最高値を更新しましたね。はい で、まあ実はイギリス、フランスも今年のね、中で過去最高を更新してる、ね。うん、まあこういう状態ですから決して弱いと言える状態ではない、ね。うん、で、5月になってから日本の株高が顕著になりましたけども、それが何かってことを今日は分析していきたいというふうに思います。はい、じゃあちょっとまずチャートを見てみましょう。はい、チャートが出てきました。はいねえー、これはクリック株365の代表的な4名柄。あ左上が日経225。 まあ右肩上がりで上がっております。うんはい、そしてこちらがアメリカのニューヨークダウ、ニューヨークダウは逆に下がっておりますね。そして左下がイギリスの FTSE100、これはつい最近ちょっと売られております、ねはい、ドイツの DAX これはまあ堅調なんですけど堅調なんですけどちょっとここ一週間ぐらい利益確定が出てきているということで、うん、なんとなくこうやってチャートを見るとですね、ちょっと最近。 ね、各国の動きがまちまちになってきた、はいね、ほとんど動きってね世界の動きって連動してたんですけど、うん、その連動性がなくなってるということが分かり連動性がなくなってる中で日本の株が非常に強いい、ね、いつから強いんですかっていうと実は3月ぐらいからずっと上がってるんですけども顕著に日本の株高っていうのが世界的に注目され出したのは5月から。 そ、ね、うすると5月から何があったのかということになりますけどね、その前にちょっとね、えー、クリック株365の他の銘柄も見てみたいとこのように思いますはい、はい、チャートが出てきましたこれはですね、えー、NASDAQ100、うん とすると、ね、なんかニューヨークダウを見て、アメリカちょっとやばいんじゃないのというね、うん、状態とは。全く違うってことがわかりますね。強いですね非常に順調な状態になっております。直近もその陽線で高値を更新している、はい、ように見えますね。です,ですから、あんまり心配しすぎちゃいけないということは、分かっていただけると思います。で、これが金のチャートですね。金のチャートは、まあ、ここのところ横ばいなんですけど。安定した上昇トレンド、をまだ崩してない、こういう状態だってことがわかると思います。で、一方、原油。 ですけども、はい、原油は横ばいい若干むしろ弱含みみたいな感じですね原油が上がってないということが世界のインフレがそんなに心配する状態ではないということが分かっていただけると思いますじゃあちょっとですね、えー、5月から日本の株が世界の中で、えー、トップランクの上昇を始めた、はい、これをちょっと他のチャートで検証してみたいと思います、はい、じゃあもう一つのチャートを出してください。 はい、チャートが出てきました、ね、このチャートはどういうチャートかというと、ねえー、青で描かれているのが日経225ですそれ以外に、えー、ドイツの DAX フランスの CAC40 イギリスの FTSE100 ドイツのドイツじゃないなアメリカの、えー、ニューヨークダウンこれを今年のスタートを起点としてです、ねはい、その後どういうふうに変化していきましたかということを折れ線グラフにしたものなんですよ。はいうん で途中まで割と同じような動きをしてましてね、はい、同じような動きをしてましてそれが顕著に違い出したのは5月から日本はこういう動きですね、はい、他は5月から横ばいになったりこちらの下のグループイギリスとアメリカは5月からちょっと下げの方に来てるんですけど日本だけ5月になっても顕著で逆 C カーブっていうんですけども、ね、C の字アルファベットの C の字を魚さにしたようなものすごい動きになって、うん、独創状態に5月からなりました。 こういうい状態が分かりますね、はい、じゃあ5月から一体何があったんでしょう、うん、日本の株高の背景って何なんでしょうということがあります、うん、でよく言われていることとしてまず一番目に言われているのはウォーレン・バフェットさんのおかげだ、ね、<ー>そうですね。 ウォーレン・ボーヘッドさんが4月にね、はい、4月の11日、極秘来日しました。で、まあ、商社の幹部と会って、そして、えー、これから先ね、商社の株、買い増しするかもしれないよ。で商社だけじゃなくて、日本のいろんな株をね、買うかもしれないよ、ということを4月に言ってくれて、次は5月の6日ですね。 これはバークシャー・ハザウェイというウォーレン・バフェットさんの会社これの株主総会があったんですけど株主総会で投資家の質問に答えて日本はいいよと日本ねこれから先も順調だと思うよと日本買うよみたいな話を世界で一番の投資家が日本株を推奨してくれたものですからまあそれによってね世界中の注目が浴びなんと外人投資家が7週連続で買い越しと。 まあ、どちらかというと外人投資家っていうのは日本株をね、売る主力みたいな感じがしてたんですけど、はい、その外人投資家が日本株をどん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 買ってくれてる。ね。こういったことが一つの背景というふうに言われてます。はい、で、もう一つは、3月31日に、 当初がですね、全上場企業に対して通達を出しました。はい、どういう通達かというと、もっと株価を意識しろとでねう、えー、株価は、まあ、会社の成績表だから、もっと株価を意識したね、えー、経営をしなきゃダメだよと。特に PBR 一倍割れ企業に関しては、えー、改善報告書をあげなさいと。ね。まあこういうのは厳しい通達を出したものですから、それからあとは、まあ例えば自社株買いをどんどんするとか、はい 株式分割をするとか、はい、今まで p b r 一倍割れしてた企業がどん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 ね、えー、それを改善する方向の動きをしてきました、はい、で p b r 一倍割れを改善するっていうのは具体的にどうするかっていうと株価を上げるっていうことしかないもんですからね、はい、もう本当に日本の各企業が株価を上げなきゃいけないとこういうふうに動き出したとするとやっぱり5月になって株が大きく上がったっていうのはよくわかりますね。 で本当にそうなのかということでいろいろと私はチェックをしてみました、はい、5月に何が起こってるのかとね、えー、実は5月になって起こっていることのもう一つ代表的なものは円安が顕著になってきた、はい、こちらもね、えー、為替のチャートを折れ線グラフにしたものですけども比較チャートでベドル円、ねえー、そして 米ドル、ユーロ、米ドル、ポンド、米ドル、カナダドル、米ドル、スイス、マァン、ドル、ゴードル、米ドル、ニュージー、ドルと、これは米ドルを中心としたものですね。とすると、右肩上がりっていうのは、米ドルが高いということなんですね。で、この赤が米ドル円なんですね、この赤がですね。この青がユーロ、米ドル、米ドル、ユーロというふうにね、逆さにして見ておりますけど。 右肩上がりというのは、ベードルが高い、ユーロが安いということです。そのベードルがするすると上がりだしたのが5月、ここが5月ですね、5月からベードルがするすると上がりだして、それによって円安相場が出現してきた、こういうことがありますね。はい、今は為替の世界では、ベードルが高い、円が安いということが5月から顕著になっております。 じゃあなぜ米、ね、ドルが強くなったんでしょうか円が安くなってきたんでしょうかということを他のところから見ると、はい、え実は金利が背景にあるということがわかります、うん、えこちらは、ね、10年もの国債の利回りのチャート左上からアメリカ日本ドイツイギリスイタリアオーストラリアニュージーランドフランス、うん、これがそれぞれ5月になってするするとですね上がっていってる状態がわかりますね。はい この世界の金利が上がっている中で日本だけはまあ上がっているといっても横ばい状態、これが日本の金利のチャートなのでいでではないですねでそれに対してねアメリカの金利、これがするするとねこうまた5月になって上がりだしたと。 これによって内外の金利差ってもののがままた生じております内外の金利差日本の金利と海外の金利の金利差が生じると当然お金が日本から海外に流れていくと、はい、こういうことになりまして円安こういう状況が続いてるわけなんですね。 まあ実はアメリカの金利は前回の、ね、FOMC で一旦利上げの停止、まあ、しばらくこれから横ばい状態が続くんじゃないかという、ねえー、見通しがありましたけど一部の FRB の高官があと年間2回ぐらい利上げがあるんじゃないかと、うん、こういう話を持ち出しましてね。はい、まあこれはあの一部の、ね、連銀の総裁が言っているだけで確かな筋ではないんですけどね。うん まあ、マーケットが期待している利下げ、ね、こういったことはなかなかそう簡単には行われそうもない、ね、ひょっとしたらアメリカの景気がさらに良くなるとあと1回ぐらいの利上げはあるかもしれないね。ね、はい ただもうこれから先の利上げっていうのは私はそんなにネガティブに捉える必要がないと思ってましてねなぜその利上げっていうものをネガティブに捉える必要がないかというとなぜ利上げをするんですかっていうと景気がものすごくいいからです、はい、アメリカの景気ね非常にいいです、ね、これによって利上げができる環境があるということなんですねでマーケットは年間年間にあと何回か利下げをするなんていうね見通しを読んでたりするんですけど 私は利下げが、ね、なければいいななととずっと思っ思てたんですよ、はい、なぜ利下げがなければいいかもちろんマーケットにとっての話ですよ、ね、これはもう単純な話でなぜ利下げをするんですかというともうアメリカの金融引き締めによって、えー、いろんな企業が救急になってる、ねえー、ということで、まあ、景気がどん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 悪くなってる景気がどん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 悪くなってるんだったら利下げをしなきゃいけないですねですからそういった状態が今年の後半に来るのかと思いましたけど。うん 来ないですね。<laughs> <ー>来ないです、えー。景気の悪化ってのはむしろなくて、景気が良くなっていくとすると利下げはする必要がなく、ひょっとしたら利上げをしなきゃいけないかもしれないですね。つい最近 NVIDIA という半導体の会社が決算を発表しました。はいはい ものすごくいい数字で、市場がびっくりしてですね、一日で、もうあのね、エヌビディアってもう超一流企業ですからね、その超一流企業の株が一日で26%上がったっていうですね、まあ、チャット GPT 効果っていうんですか、このね、人工筒の知能 AI というものの産業がものすごく広まってくると、それは半導体をたくさん使いますから、半導体メーカーの株が上がっていくってことなんですけどね。 かつてスマホが登場した時に、まあ、技術革新によって、えー、もうありとあらゆるものが上がっていくという、まあ、実はね、えー、アップル社の株がどんどん上がっていくことによって、アップルだけではなくて、GAFA とかいうね、はい、Google だ、Amazon だ、ねえー、Facebook だ、まあ、そういったものが一斉に上がったという時期がありましたけど、それの再来が来るかもしれないなんていう状態になってるんですよ。だから、ニューヨークダウが下がっても、ナスダックが下がらないわけですね。 どうするとどちらに引きずられるかニューヨークダウが下がってますナスダックが上がってますということはこれから先の展開は2通り考えられてニューヨークダウの下げに影響されてナスダックも下がっていくのか、はい、ナスダックの上げにね引きずられてニューヨークダウが上がっていくのかってことなんですけど私は後者の方が可能性が多いなとこんな感じを思っておりますただその金利が上昇していると新興市場であるナスダックはやはりちょっとこう向かい風になりやすい状況もある中でそういうことも踏まえてで それ以上の上昇力がある,るので、はい、まあ若干金利を上げるぐらいの余裕があるということなんでねん、はい、この金利が上がってる中でナスダック市場が上がってるということを皆さんはね、うんえー、注目をしなきゃいけない、はい、とすると日本には上がる材料がありますの、ねはい、なおかつ世界の株が上がってきたとしたら、うん、拍車をかけていくかもしれない。はい ねえー、こういうことを注目してもらいたいと思います。以上です、はい はい、過去からこのマーケット超特急の動画をご覧になっている方はもうご存知かと思いますが世界が連動して上昇していく、はい、世界全体が上がっていく、うん、そういった時には大きな動きになりやすい、うん、また株式市場だけではなく他の商品も一緒に上がっていくという時は大きな流れになりやすいという性質がありますので、はいうん、今まだまちまちの状況ですが、はい、そういった状況に変わっていくのかこれは楽しみな状態ですね。すねこれから、まあ、バブル期の、ね、最高値を、ねはい、更新って 日本の株が上がるとしたら、はい、一直線で上がるということはありませんね。うん、その途中に大きな調整が出てきますね。はい、これはもう上がってる過程では必ず大きな調整が出てくるわけです、うん、それを調整なのかもう天井をつけて下がっていくのかっていう見極めが非常に大事ですね、うん、多くの投資家はもうここからそれなりに大きな1000円とかね、それ以上の下げが出てくると とともう天井だとこういうふういいふに思ってしまいますけども、まあ、ここから、ねえー、バブル期の最高値更新に、えー、動く動きの中には1回2回大きな調整が入るってことは確保していただいてでもその後再度買われていって高値を更新していくっていうことは十分あるんだと。ですから1 回大きな調整が来たからといってそれでもう上昇相場が終わったと判断しない方がいいとね。うん、こんな気が私はしておりますでポイントは大きな調整は必ずあります、はい、その調整があったときにその調整がどれぐらいの速さで終了して、うん、そこから買い直されていく時の 勢い、ねうん、これによって最高値を更新するかどうかということが決まってきますのでそこが勝負どころではないかなとこのように思います、はい、しっかりチャート見極めていかないといいけないですね日本株にとってはさまざまな追い風要因が今あるんですねあと、利上げも今まではインフレを抑えるための利上げだったのが景気がいいからまあ利上げは当然でしょう構健全な形の利上げに変わってきてるんですね。はいはい そうですね、うん、まあ正直言いまして利上げができる余裕がありますねとこんな感じはしますあ<ー>もしあの金融不安とかいうものがどんどん広がっていてえ今でもその次から次へと銀行がね倒産するような状態だったらとてても利上げの話ななんか出てこないですね、はい、皆さんもです、ね、利上げの意味合いが変わってきたよということを意識しながらマーケットを見ていただければと思います。 投資にかかる最終判断は、皆さんご自身で行っていただきますようにお願いいたします。はい、それでは今回の動画、この辺りで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。